じゃあ早速結果を発表します。はい、まず林さん、はい、 54%。 中本くんマイナス 20%。 よってファーストバトルは林さんの勝利です。本当ですか？ありがとうございます。なんか喜んでいるか分かんないですね。え、なんでですか？え、次から怖そうなんで2戦目から勝てるっていうジンクス崩します。仕方ないですこれは。え、中本のコンピューターが狂った。いやー大狂いですよ。王者中本がまさかのマイナスを叩き出し、ファーストバトルを制したのは新メンバーのハイスピ林。いや、やりましたね。すっごい楽しかったです。楽しかったです。結構しんどいことも多かったんですけど、なんかそれ相殺できるぐらいなんかみんながあったかくて楽しかったし。林の1軒目は夜の街をさまよい出会った異国の激辛料理。最大の勝因は林のメッセージ付き激辛オムライス。どうしても林とチェキが取りたい。ファンの心理を利用した作戦が大当たり。さらに3000円以上でステッカープレゼントという何ともしたたかな作戦も大ヒット。いきなりアイドルパワー全開のバトルを繰り広げた。しかし壊れちゃってたじゃん、アイラちゃん。完全に、ね、爪痕残せてなくない？なんかちょっとそれは感じます、ね、正直アイラちゃんが優勝でした。ファンの方にも言われたんですけど、まだ猫かぶってるんだ。確かにと思って。次どこ行きますか？まずでもやっぱ近いから酒造さん行きたいですね。前回の何で行きたいの？飲みたいからです。なんか北町に酒造があったんですよ。酒造めちゃくちゃ行きたいじゃん。行ってきます。入り口こっちじゃなかった。シャブ用の駐車場だった。やっぱ開いてないっぽい。一軒目探しで酒豪アイドル林が自ら調べてきた酒造に再チャレンジ。シャブ用の駐車場の酒造。お願い開いてて。なんかこの間と一緒。お留守なのかな。あ、でもなんか扉がある。これじゃない？シャッターが半開き。すいません、誰かいらっしゃいますか？いないのかな。すみません、あのドライヤーバイ店に行ってみりんっていう番組で。はい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 。あの今のちょっとあの出ちゃってまして、ね、あ、そうなんですね。15分か20分ぐらいで帰るんですけども。はい、そしたら待ってても大丈夫ですか？あ、いいですよ、全然いいですよ。 ありがとうございます。やっぱ出てたんだ。帰ってくる。
会えますようやく。失礼します。あ、こんにちは。アドラヤバイ店に行ってみりんの林です。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。どうもどうも、こんにちは。え、番組とか知って見てらっしゃった。ありがとうございます。え、私のことは知ってます。あ、大丈夫です。え、帰宅ですよね。あ、そうです。ありがとうございます。しゃぶよの駐車場にしかたどり着かなくて。そうそうそう、昔はここあの全部うちだったんですよ、まあ、年々ちょっとなかなかお酒が、まあ、あのなかなか売れんくなってきちゃって、で一応あの今前はあのうちが貸してるような感じになっていて、っていうところですかね。あの、シーズンは冬の、だいたい9月、10月ぐらいからですかね。あ、なるほど、はい、わ、すごい。一応なんか でっかいですね。そうです、そうです。昔はね、もう本当にあのこれが30個、40個ぐらい、このサイズのがありましてね、すごい、ここまでお酒入ってるみたいな。はい、ちょうど今あの法人になって、あの100、ちょうど去年が100年ですかね。100年、うん、あのトヨタ自動車よりも14年ほど早く創業したトヨタ酒造。当時は居酒屋などがあまりなく、町の人たちの飲みどころとしても栄えていたらしい。ここにちょっと今本当にね、あのごめんなさい、ちょっと用意がしてなかったので申し訳ないです。あのここにまあお米を入れて、ここにお米を入れて、ここで精米して、上を通ってこっちに入るんですね。すごい。で、まあ、ここでよくこうやってる、こう、あのこういうあの かき混ぜたりとかして、はいはい、え、手で自分でもやるんですか。やります、やります、やります、中にあの甘いますけどね。で、本当すみません、あのこんな言い方しちゃって、あの今日も本当にもしあの事前にあの分かってたら全然ちょっともうちょっと準備してたりあったんですけど突撃ですもんね。そうですよね、はいはいはい。本当ね、飲まれます？え、いいですか？いいですよ、ちょっと飲みたいって思ってました。こうやってちょっと、分かりますかね、こうちょっとよく見て、あ、入ってる、うん、そう、これあれすごい、金粉が入ったお酒になります、はい。一番古くからあるやつはどういう、はい、この金箔がない版って感じですか？そうですね、あ、そうなんですね。そんなにね、ちょっとそんなにはちょっと今パッとあのごめんなさい、ぷかぷか浮いてないんですけど、ちょっとあんまり出なかったんであれですけど。2粒、2粒入ってる。これは豊田政宗大吟醸っていうお酒になります。はい、ここの一番。あ、そうです、そうです、そうです、はいはい、そうですね、これが、はい、豊田政宗、めっちゃ飲みやすい。飲みやすいですよね。めっちゃ飲みやすい、それは本当にあのありがたいことによく言っていただきます、うん、めっちゃマイルドで、なんか水のように飲めちゃいそう。どうしよう。もうガブガブいけちゃう、これ。もう全部いっちゃってください、1本。あ、いいですか。どうぞどうぞ。帰る頃には出来上がってます。どうぞどうぞ。あ、あ、いいですよ、あの、もあの、ね、またこれ全部、あ、飲んじゃったんですね、さすがですね。これ結構あのラベルだけですけど、トヨタ大橋、そこの、はい、橋をこうデザインして作っていただいた。なんか嬉しいです、私もこういう地元の分かるお酒があるのが、北高のすぐ近くですよね。はい、目の前なんで。特に思い出深いこの橋、ね、毎日渡ってました。もう本当に日本酒の消費量も減ってますし、あの蔵の数ももうどん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 こう減っちゃってるっていう風なので、決して本当にあの楽なところは多分ないんじゃないかなっては思いますね、うん、経営的に。ただ本当にあの一部のこう、まあ、根強いファンの方がお見えですので、なんとかあの美味しいお酒を作り続けていきたいなっては思います、うん、はい。でも今ね、面積がここまでちっちゃくなっちゃって、はいはいはい、はい。いや、もう一回向こうまで戻しますね。ちょっと これ戻したいなっていう気持ちになりました。満足しました。ちょっと飲みたいです。もうちょっと飲んで。めっちゃ美味しかったですよ。
何杯飲みました？何杯飲みましたっけ私。4、5。ここにするんですか？どうするんですか？いやまだちょっと迷います。したいって、ここだけだったらもう完全に決まってたんですけど、ちょっと今日はまだ見てみたいお店何軒かあるんで。まだまだ事前に調べたお店があるといい、一旦酒蔵は保留。お邪魔しまーす。やっほー、すごい、久しぶり。あ、ビール飲めるよ。え、本当だ。売ってる。え、何でもいいですか。今日は暑いんで閉めます。さらに守護アイドルが本領発揮。うわー、テンション上がる。ごっつぁんです。一方敗れた中本はファーストバトル、はい、マイナス 20%。 だって1年半やってますけどマイナス出したことあるの僕だけですか。他のチャレンジャー誰も出したことないの。中本が応援したのは130度超え、愛知で一番暑いと自称するサウナベース至福。新メニューの豊田さんジビエバーベキューは26食を売り、期間中多くのお客さんでにぎわった。しかしこちらです。やばくないか。さらに絶対王者中本の目論みを潰す事件が。売上強化週間の前週にオープン1周年イベントが開催されたのだ。サウナ好きがたった1日で100人以上集まり、普段の売り上げをはるかに超える金額を叩き出していた。船屋さんから、はい、いわゆるその売り上げの、まあ、報告来るじゃないですか。あ、はいはい、来たんです。平日だけ見ると、はい、530% アップ。マジですか。らしい。なんかしおれました。ちょっと疲れた。さすがに。じゃあ今回の戦いはどういうテーマでいく？僕ぐらい歩いたところに、うん、トモスクエアっていう商業施設があるんですけど、うん、そこにずっと本屋さんがあってたんですよ。だからその本屋さんが去年かな、急になくなっちゃいまして、ずっと長年やってたのになくなっちゃった、なんだろうと思ってたら、住宅街の中の倉庫がなんかその本屋の名前に変わって、そこがちょっと営業してるのか何なのか分かんないから見てきてほしいっていう、それはあのサウナに来たお客さんからの言ってます。ドラヤバい店の候補、駅前の人気本屋がいきなり閉店、再出発はまさかの倉庫。でもさ、はい、林さんのあの嬉しそうな顔見たでしょ、結果発表のね。結果発表の、はい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 、やっぱフレッシュだったよね。本当ですか。はい。うざいうざいうざい。本当にまさにここの右手にある、うん、このコモスクエアの並びの中にもともとあったんですよ。あ、これ、はい、すごいね、なんかおしゃれな感じのお店だったんですけど、もう唯一街中に残ってたこう個人経営っていうんですか、うん、の本屋さん。まず住宅街だね。全然住宅街です。山なんて出てこないね。出てこないですよ。距離的にはね、これぐらい街中だと嬉しいなって感じなんですけどね。そうだね。これガレージみたいな。これあ、でもなんか猫か犬かが本持ってる。猫が本持ってる。あ、でもオープンって書いてあるよ。なんかやってる。
中なんもない。何倉庫だよ。本当に倉庫ですか。怖い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 よ。とんでもないとこ来ちゃったかも。レズ行く。超怖えここ。すみません。突然申し訳ないです。あのひまわりネットワークのドライバイ店に行ってみりんという番組なんですけど、はい、お待たせしました。一旦取材 OK だそうです。取材 OK。はい。これ看板なんでしょ。これ看板ですね。浜田屋って書いてあるかな。これ多分駅前のお店にもあった看板です。何このベル。これ見てくださいこれ。これがお客さんが来た時用の、まあそうですね、お店としての機能はもうないんで。あ、ここですか。で、倉庫自体はここから前からあったんですけど。あ、そうなんですか。これはまあとりあえず売り上げも伸びないんで、はい、やめちゃってこっちに特化してるという感じですかね。昔これがちょうど1年前の、おお、中日新聞に取材してもらって、これです。おお、そうですよね、こういう感じでしたもんね、お店の中、うん、90年。まあこの原田屋という名前で駅前でやってから90年ぐらい。原田屋はこの駅前に衣ホテルという確かホテルがあって、はいはいはい、これを買い取ってなんか本屋に、本屋、まあその他のお店に変えたみたいな感じ。へえ、こんな写真見たことない。これ駅前なんですね。駅前、旧駅前。現代本屋さんはカフェ併設なのが流行り、本だけの販売では売り上げ立たず、去年閉店してしまった原田屋。現在は岩滝町の住宅街の倉庫を活用し、豊田市の子どもたちのためとある書籍の販売を続けている。小学校が28校、中学校が10校、高校が定時制入れて7校あるんで、はいはい、教材がここに満載に来るんで。はあ、僕三郷だったんですけど出身。あ、そうなんですね。じゃあこっから出てった教科書僕も使ってたわけだ。うん、まあ今じゃなかったですね。3月に来ればもう取るのがいっぱいありました。わかりました。また丸1年先ですね。そうそうそう。なるほど、わかりました。教科書による繁忙期にぜひ応援してほしいということで、原田屋さんは来年まで一旦お預け。なんか一個謎が解けました。教科書こっから来てるんですね。ねえ。じゃあちょっと山向かいますか。こっからまだ麓なんで。山行くか。ねえ、ここが山への入場ゲートみたいになってきましたね。だからね。いや本当。ここ越えると一気に建物少なくなるんですよね。続いては垂れ込みだった。足湯カフェに向かいたいと思います。稲部にある足湯とそこから見える景色がすごく綺麗なカフェだということです。どこ連れてかれるのかな。すげえよ、旅館あるよ。 200m 先にこんな山奥にあるんですね。あるの。え、いや駐車場あるけど。あれだ、温泉。いや、今の旅館気になったな、俺は。取材するか。あそこですか。え、ドラやばい匂いを感じ急遽立ち寄ることに。すごいの見つけました。これ本当に正面入り口ですか。時代感じるな。スズメって読むんですよね、これ。旅館スズメ。わかんないんですよね。宝禄焼き。うわぁ、下まで続いてますわ。あ、でも旅館ってちゃんと書いてある。うわぁ、すごいなぁ。ねぇ、すごいな。じゃあこの先に浴場でございます。うわぁ、すごい。何これ。